ーヒーの僕たちの星にはないよね。何まったりしてんのよ。早くラグーストン見つけないと帰れなくなっちゃうよ。いいよ、僕はルデクチェも枝豆も甘エビも美味しいし、しばらくここにいても。何言ってんの。なくしたのバレたら宇宙連邦警察に捕まって宇宙刑務所に入れられちゃうのよ。それも嫌だな。今回は宇宙から落ちてきた宝石だそうですが、先日海に落下した際見つけたものなんですけどね。なるほど、綺麗ですね。おそらく隕石の一部だと思われます。ねえ、来たはいいけどどうするの。絶対に返してもらうのよ。もともとは私たちのものなんだから。これが噂の宝石ね。あら、小さいお客様、悪いけどこれはいただいていくから。ちょっと待って、それは僕らのだ。ダメ。ごめんね、私人が欲しがっているものは欲しくなっちゃう性格なの。メカラボいい子でね。もうジャンゴロ、しっかりしなさいよ。お待たせ、リュウト。行くぜ。おうよ、ダンゴロ。おうってどうやって。決まってるでしょ、私たちの船よ。目標、あの赤いの。ラジャー。すごいでしょ、バンダイ橋をカタパルトに改造したのよ。いやいや、もっと他に方法はあったでしょう。ダメだよ、勝手にこんなことしちゃ。ここが一番手っ取り早かったのよ。ほら、発進して。ミサイルでも何でも撃って絶対捕まえてやるんだから。許せない。見つけた。そこの泥棒さん、止まりなさい。ラグーンストーンを返しなさい。なんだ。おとなしく降参するんだ。かもなくば、かもなくば、なんか大変なことになるぞ。だってよ、どうする。決まってるでしょ、逃げるのよ。追って、早く。お花畑が、なんてこと。小町、絶対、絶対、絶対許せないんだから。ミサイル発射。おっと、ラグーンストーンを返しなさい。じゃないとこのお仕置きミサイルを撃つわよ。どうする。仕方ないわ。よかった、戻ってきた。宇宙連邦警察に突き出すわよ。あれはまだ私が小さい頃。私はとても貧乏な家で生まれ育ったわ。そう、毎日食べるものもなくて、兄弟たちも毎日お腹を空かせていた。だから、何してるんだよ。手が滑っちゃった。
言ってて。君の出任せ通じてないじゃないか。女って泣き落としが通じないから嫌よ。でもおかげで手に入ったわ。本物はちゃんとここに。ってあれ、さあこれで帰れるわ、ダンゴロ。いつか